まずは葛根の竹内様、どうぞよろしくお願いいたします。皆様どうも、葛根の竹内です。今日はですね、2つこの場で、お話を持ってきております。2つという話になるとですね、なんとなく今日雑誌に載った話かなというような感じになるんですが、そうではなくて今日はテクニカルな部分でのお話を2つ、ご用意しております。1つ目なんですが、まずそのお話の前にですね、おかげさまで、皆様の、大変大きな支持をいただきまして、モンスターハンターポータブルサード、こちらの方今400万本を突破する勢いで、未だ出荷が続いております。その中でですね、皆様からいただくご意見の中でどうしても多いものがですね、PSP4 を私は持ってるんだが、ダウンロード版はまだ出ないんですかというお話を、いただくことが大変多くなってまいりました。ですのでですね、今日は、そのダウンロード版モンスターハンターポータブルサードのダウンロード版に関しては現在準備中ですというところで、実際に、ダウンロードに向けて準備が進んでいることをまずは発表させていただきたいと思います。ダウンロード版というお話になればですね、当然ながら今日、この発表会は NGP の発表会ということになりますので、先ほど平井様からもお話がありました NGP での動作はどうかと、ここがまず今日一つ目のお話となります。すみません、それでは実機の方をお願いできますか。本日はですね、実際にその NGP でモンスターハンターポータブルサードの方を動かしているところをご覧いただきたいと思います。実はこの実機に触るのは僕も今日が初めてで、すごく緊張しているんですけど、動いてますね。これ画面で見えてますかね。こちらの方が、ダウンロード版のモンスターハンターポータブルサードになります。私もちょっと開発キット上では見てたんですけど、実際の5インチの有機 EL ディスプレイで見るとこれがなかなかどうして今までの見慣れたサードとは違う迫力ですね。で今回ですね、あのキーアサインの方、右側の方にもアナログスティックがございますので、こちらの方にカメラの方を割り振ってみていただいてます。実際にこのように、コンソール版と同じようにこちら側でカメラを動かしてですね、左側でコントロールすることができます。当然こういうモンハン持ちっていうところでも動かしてもらうことができるんですが、割と早めに触ったものの感触としてはこのスティックの感触がすこぶるいいというのが今のファーストインプレッションですね。今までのアナログ、ポータブルのアナログとは違ってですね、倒れ込むアナログスティックという感触が、非常にこういったアクションゲームには適してるんじゃないかなと思います。ご覧いただいている画面でお分かりだと思うんですけど、非常に高精細に高解像度でサードが遊んでいただけるというところが幸福にいただけたんじゃないかなと思います。はい、今日はね、互換の話だけをしててしょうがないと思うので、このエミュレーションの話はここら辺で終了しようかなと思います。ありがとうございます。このようにですね、非常に、コンテンツとして従来のものもきれいに表示できるということが私も確認できて NGP への期待が高まるところなんですが、それともう一つ、カプコンといえばやはり MP フレームワークという、ゲームエンジンがございます。こちらの方が、どのようになっているのかというところ、NGP 向けの取り組みというところをご紹介していきたいと思います。実際ですね、MP フレームワーク、さまざまなハードウェアに対応してまいりました。この NGP においても、早速その対応作業の方が進んでおります。今日は NGP で動作する、実機のデモンストレーション映像をお持ちしておりますので、そちらの方に画面を切り替えていただきたいと思います。画面の方お願いします。今回ですね、MT フレームワークモバイルということで、モバイル機器向けの MT フレームワークで PS3 で発売されているロストプラネット2のオープニング部分の、リアルタイムデモをリアルタイムで
処理してお持ちさせていただきました。これは実際 NGP で動作している画面の映像になります。 PS3 版をご覧いただいた方からすると、遜色のない映像をご覧いただけているんじゃないかと思います。実はこの MT フレームワークモバイルの NGP 版なんですが、実際にフルスペックのフレームワークと同じものが動いております。ですので、ここで処理されている映像はメタシェーダーであるとか、あるいは、HDR レンダリングとかっていったものは全て、PS3 と同じ処理がかかっている状態です。違うところといえば、ハードに合わせてジオメトリーの処理が若干変わっているというところぐらいで、ライトフィルターとかシャドウフィルター、あと物理に関しても全て同じものが動作しています。このようにですね、実際 NGP というタイトルのスペック部分というところはまだ発表の段階ではないというお話なんですが、非常に、ゲーム開発者としては、幅の広がるエンジンを持っているというふうにお考えいただいて結構だと思います。実際、私たちのエンジンを作っている、フレームワークチームの方からもですね、非常に開発しやすい環境であるということは聞いております。このデモ自体もですね、実は何週間もかかっているわけではなくですね、大体2週間ほどで完成しております。こういった、今までにない体験ができる、先ほどからいろいろあった、背面のタッチパネルであるとかそういったところだけではなくてですね、実は純粋なゲーム機としての性能も私たちの感触では非常に期待できるものがあるというふうに感じています。今日はですね、実際にこのタイトルを開発しておりますというタイトルの発表はございませんが、近々皆さんに私たちの NGT でのタイトルの発表ということをさせていただける日が来ると思っております。これからもパプコンの方は、より良いゲームのために頑張っていきたいと思いますので、今日はこれぐらいで失礼させていただきたいと思います。ありがとうございました。